まずは 3.11 さよなら原発熊本10ポイント中島さん。じゃあもうど真ん中でよろしくお願いします。実行委員長より皆様方に一言ご挨拶申し上げたいと思います。中島さんお願いします。皆さんおはようございます。今日第3回目の 3.11 熊本集会パレードのを迎えることになりました。ともすれば震災それから原発事故が風化していると言われています。しかし我々はそのことを決して忘れることはないと思います。思い返してください。震災で2万人近い方々が亡くなられたり行方不明者になっています。原発事故では1700人近くの方々が関連死という形でその避難の過程でですね亡くなっておられます。さらに14万人近くの方々がふるさとを奪われ仕事を奪われですね難民と化していると。この事実これについても我々は忘れることなく肝に銘じる必要があると思います。一方、つい最近のですね国会の予算審議の中で日本維新の会の若い議員がこういうことを言いました。原発をなくすというのはイデオロギーであると言ったわけですね。決してそうではないと思います。我々は本当に原発は危ない、いついかなる時にそういう問題が起こってですね被害者となるかもしれない、そういう実感のこもった反対の声をあちこちで上げているんだというふうに思います。で今日はその一つの集約点としての第3回目の集会と、パレードです。ぜひ最後まで成功させたいというふうに思います。関連してですね私たちは同時に、熊本県知事に対してですね9年の原発再稼働反対表明を求める取り組みも行っております。署名と要望書の賛同団体を今募っているところです。賛同団体につきましてはもうすぐ100を超えるという段階まで来ました。残念ながら署名の方はですね3000数百とまだまだ足りません。一番を起こしてですね堂々とこれだけの意思を持った人たちが知事に対して反対表明をすることを求めているということをですね示していきたいというふうに思います。一方宮電はですね、毎月交渉しておりますが、安全対策を万全を期すから、再稼働をしたいということを頑なに主張し続けて我々のとの話し合いの中でも頑として譲りません。でそれに対してはですねやはり運動の力によって彼ら自身が原発を続けることがですね反社会的であり不利なことになるということをですね知らしめていく必要があるというふうに思います。具体的に言えば仙台原発がですね一番最初に再稼働に迫ろうとしているという状況があります。これも含めてこの戦いの中でですね今日のその集会とパレードの中でそういう動きに対してきっぱりとですね反対していく意思を示していきたいというふうに思います。冒頭にあたりまして実行委員長としてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。中島社長でございました。実行委員長でございます。皆様方にご挨拶させていただきました。